こんにちは。ボソボソです。今日はちょっとメイクする気力はないので、今日はメイクせずに一日過ごそうと思ってます。ほい、おはよう、こんにちは。おたけさん、ハートありがとう。アンバさん、シュンさん、クッキーありがとう。コウジさんもクッキーありがとう。アルテミスさんもクッキーありがとう。シンさんクッキー、クックさんクッキー。コウさん、断りです。ジュンさん、ハートありがとう。カメさん、ニャンコありがとう。右旅っぽさん、クッキーありがとう。おはようございます。無事に荷造りも終わりました。荷造りも終わらせたし、ホヤのレシピも調べたし、昨日夜配信で立てた目標は全て、皿洗いも終わらせました。こんにちは。うわ、ボサボサだ。ボサボサちゃん、おはよう、こんにちは。しんいちさん、ロケットありがとう。クッキーとチョコポップもありがとう。ビーディーマンさん、ハートありがとう。なんかメイクしてない顔で配信するの久々すぎて、なんかそわそわします。そわそわそわ。こんにちは。これでぼかしとこう。加湿器の蒸気でフィルターにしとこう。ついに明日はバスツアー、仕事中。そうだよね、この時間は。ありがとう、見に来てくれて。明日はバスツアーなので、今日はおやつを買ってから集合場所へ行きたいと思います。こんにちは。こんにちは。やすおくん、クッキーありがとう。まだ寝起き、さっき起きたんですよ。9時とかに起きたから、まだ寝起き顔で、超寝起き顔すぎる。ひろちさん、チョコポップありがとう。はよう。定食屋の開店待ち。定食屋さん11時からかな。開店待ちとかするのか。バナナおやつに入りません。バナナは朝ごはん。しんいちさん、お断りです。お断りだよ。テキサスのロスターさん、バラありがとう。こんにちは。寝起きすぎて、いや、なんか最初前髪をいつもみたいに止めてたんだけど、さすがに寝起きすぎて眉毛ないと思って下ろしました。こんにちは。モリモリさん、ハートありがとう。ギバさん、クッキーありがとう。なんかすごい、今年こそ絶対10キロ痩せるぞって名前なの。10キロやばくない？10
ですか。すごい意気込みが名前に出てる。ガドリさんチョコポップ、坂慶さんレインボースター、しゅんさんクッキーありがとう。19で痩せるんだって。何するんだ、具体的に何するんだろう。筋トレとか食事制限。10キロ、私も3キロ明日までに3キロ落としたいな。こんにちは。そう、前髪ねちょうどいいぐらいに伸びましたね。でも今ね寝てる間私ピンで留めるんですよ前髪を。だからそれで今は多分落ち着いてるけど、時間が経ったら上がってきちゃう。台湾ジョジョさんハートありがとう。ヤリちゃんズさんハートありがとう。単身赴任時代7キロ痩せた。すごい、7キロすごいよ。フジヤン春坊さんクッキーありがとう。クッキークッキー。右側の前髪これですか、これはこれですか。これね、あの前髪じゃなくてこうやってキュッてやるための何、こういう前髪とは別の何ですかね、この触覚です、これです。だからちょっとこうやって下ろしとくとちょっと長いんだけど、これはこのくっつける用の何、これとこれだけだとこうパッパってなるか、そのなんか中間地点みたいなやつです。前髪はそう、あまり斜めにしすぎるとスプレーで固まらないので、ちょっとここね、そうこんな感じになってます。これキュッてやって固めたらまとまります。こんにちは。そう、自分で切って失敗しました。今ってさ流行りがこういう前髪じゃないから、美容院とかで切ってもらうときになんか説明が難しくて、今って薄い前髪が流行りなのでね、今の時代というか、もうちょっと平成の頃はこういう前髪の人もいっぱいいたけど、あんま最近いないから自分で切るのが一番いいですね。重い前髪派、私も重い前髪派です。パッツンの人が好き。水屋魂さんクッキーありがとう。ちょっと今日寝起きすぎて声がカサカサだ、ね、今日も起きれなかった。今日もアラームと格闘しました。翔さんチョコポップありがとう。出てくるこれ。今日もメイクもしないし髪も固めないと決めたんだ。髪も固めないんだから、うん、そこなんかここがねえねえ、水蒸気で保湿されてさ、ここのとこに水分が溜まって鼻水みたいになってる。やだやだ。違いますよ、これは水蒸気なんだから。はるさんチョコポップありがとう。こんにちは。加湿器って書いとこう、テロップに。アラームより先に目が覚める。すごい。私も一時期それだったけど、もう最近は無理だそりゃ。もう今はアラーム
を5分置きとか10分置きにして起きないと起きれない。もうなんか聞こえないんだよねアラームが。聞こえてるんだけど聞こえないんだよね。あアラーム鳴ってる、あ誰だろうみたいな、なんか人ごとっていうか、あなんかアラームっぽいと聞こえるな聞こえるなとか思ってるうちに30分経ったりする。あうるさいなってうるさって自分で設定したくせに、あうるさいうるさいと。こんにちは。やだよね、起きたいよねすっきり。そううるさいアラームって働いてくれてるのに申し訳ないけど、いや疲れて起きれないんじゃなくて、多分疲れなさすぎて起きれなくて、本当に今運動量がウォーキングぐらいしか運動量がないから、多分ね睡眠の質が良くないのかも。夢をめっちゃ見ます今ここ最近。だから爆睡じゃなくてずっと夢でこう夢で浅い夢で眠りだからだと習慣ね。いや大事そうだよね。今日見た夢は遊園地に行く夢見た。明日も行くんだけど明日バスツアーでも行くんだけど遊園地行ってました夢の中で。そうあとなんかいろいろ見たんですけどね、結構現実っぽい感じの夢だった気がする。ねえねえむくみ取り方法なんかあるかな。耳引っ張っとこう。ビヨンビヨン。マー君お断りです。しゅんちゃんハートありがとう。こんにちは。遊園地の夢見たのは覚えてるけど、どんな夢だったか忘れちゃった。朝起きてさベッドって格闘してるうちに、あでもなんか最近は朝はおはようメールにも書いたけど朝は格闘してて、もう一生このままベッドで暮らしていこうか真剣に悩んでしまう。寒すぎて寒さと眠さに勝てなくて格闘してて、あもう私は全てを失ってこのままもうこのベッドだけでしか生きていけないと言われてもここで生きていこうかなって思うぐらいには朝なんかもう帰れなくて寒すぎてね無理なんですよね。マウナーさんクッキーありがとう。シッセソさんハートありがとう。うんでも今日はちゃんと起きてきました。こんにちは。耳引っ張ってむくみ取っとく。えい、えいやむくみむくみ。かんさんクッキーありがとう。今日おにぎり食べたい気持ちなんですけど、みんなおすすめのコンビニのおにぎりありますか。おにぎりおすすめありますか。お昼ご飯おにぎりでも買おうかなと思ってんだけど。ラクさんクッキーありがとう。なんで家で作らないかっていうと、あの食器さ食器今乾燥中だからまた洗って干すのちょっとなんか明日も富士急行くしなんかで家出る前に洗わなきゃじゃないですか絶対ちょっとめんどくさいなみたいな気持ちとちょっともう作ってる時間はなさそうだからっていうのとで買おうかなと思ってるけど、ローソンが大容量キャンペーンやってる。えおにぎりも大容量なの。何おにぎり大容量ってどんだけでかいんだろう。
ちょっと見てみるね。見てみようっと。ローソン？商品お得情報、おにぎり。本当だ、でかっ。でかっ。47倍。あ、つきました。それじゃ、そうじゃなかった。 47% 増量だった。47倍はでかすぎ。どんだけでかい。 47% 増量だって。あ、でもホタテがだって、ホタテ、ホタテが 47% 増量。盛りすぎ、びっくりマーク、金シャリおにぎり、ゆずこしょう香る炙りホタテと切り昆布、北海道産ホタテ使用だって。こんなんもう惹かれちゃうな。私これ好きですよ、金シャリおにぎり、焼き鮭ハラミ好き。これあと、これ金シャリおにぎり熟成生たらこ、これはあのスティーのお話し会の朝ごはんである、用意してくださってるから、パンとおにぎりがあるんですよ朝って。だからね、おにぎりを食べるようにしています。どうしようね、美味しいよねハラミ。悩むな。セブンイレブンとか、セブン、こんにちは。なんか急に目がキラキラしだしたくない？え、絶対これ iPad のさ光で目がキラキラしてるだけなのにさ、急に食べ物の話になったから目キラキラしてるみたいになってる。違うよ、iPad 見てるからキラキラしてる。今週の新商品、中国地方おにぎり、サバある。私こういうの食べたい、こういうの好きです。こういうなんか、なんていうんですか、そぼろ、柏飯だった。山口県しか売ってなかった。こういうのもいいな。お昼ご飯どうしよう、いっぱい食べときたい、酔っちゃうから。私乗り物用意するから食べとかないと、今日明日は。ほえー、何が良いかしら。おにぎり、お寿司食べたい。もう昨日のショールームからお寿司が食べたくて食べたくて、もうお寿司のことしか考えられません。こんにちは、どうも。けいちゃんクッキーありがとう。明太子、待ってください、あれは煮たや、煮たやおにぎり。昨日お寿司食べました。いいな、私も食べたい。こんにちは、煮たやのメニュー見よう。じゃーん、イエイ。待って、やばい、やばいよみんな。これがいい、パセ、カリカリ梅と広島菜か。あ、からし明太子か。これ広島菜、これ大好き。煮たやつにしようかな。
うわー、でもちょっと買いに行くのめんどくさいな。もうなんか最近さ、寒さに負けて何でもめんどくさがるようになってしまいました。あんなにアクティブだった私がこんなにめんどくさがり屋さんになりました。寒さって恐ろしい。みつさん、クッキーありがとう。サーモンとマグロどっち派ですか？サーモンかな。炙りサーモン絶対食べるから、お寿司行ったら。イルファンさん、だるまありがとう。サーモンかな。パセパセ。でもね、こんなめんどくさがってる割に毎日2万歩くらい歩いてるからよくわかんない。やる気は満ち溢れてるけど、めんどくさーとか言いながら体はちゃんと動かしてるタイプみんな多分めんどくさがりってことは布団から出ずにゴロゴロしてるのかなとか思うかもだけど、相変わらず歩き回ってます。健康。どうもこんにちは。歩くのはいいけど、なんかこれを買いに行かなきゃと思うとめんどくさくなっちゃうね。ね、用事がないと歩けるけど、用事があるとめんどくさくなっちゃうよくわかんない。健康です、今日も健康。こんにちは。なんか最近私右側に寄っちゃってるのかさ、風船にぶつかっちゃう。これしぼまないのかな。あ、ちょっとしぼんできたかも。お掃除しなきゃこれさ、生誕祭でいただいた、生誕祭でファンの方が用意してくださったお花だから飾ってるんだけど、ちょっとお掃除しなきゃかもですちょっとお掃除必要な感じだった今触ったらやだわやだわやだわ。今イヤイヤ期かもしれない、すべてが嫌になっちゃう。ミッチお断りです。毎日1万6000歩歩いてるのだが痩せない。でもね、あのね、誰が言ったんだっけ、誰かがこの前、スワハさん、スポーツ選手の方とお仕事した時に、あのなんか夕方の番組で今マラソンじゃないや、駅伝してるんですよ、ココアさんとかリコチとかと。でその時に確か聞いたみたいな言ってたんだけど、あのウォーキングは歩く距離とか歩く労力の割に消費カロリーが少ないらしいです。だからなんか効率悪いって言ってたらしい効率悪いらしいですウォーキングは。だからもうちょっとなんかスポーツをしたりとかする方がきっとコスパがよく、時間とかのね、かける時間少なく運動量も痩せるのかなと思ったけど、でも私はウォーキングが好きだから歩く。でも確かにね、踊るのと歩くのじゃ圧倒的踊る方がカロリー大きい。15年ぶりに縄跳びしたらふくらはぎが筋肉痛。なんで縄跳びしたんですか？なんで15年ぶりに縄跳び始まったの？なんで買ったの？また、それとも15年前の縄跳びを引っ張り出したの？パッキングは終わったよ、もう昨日の夜のうちに終わった。だからもう今日は、もう今日ね、私は極度のめんどくさがり屋が出てて、パジャマの下にもう今日着る服を着てるので、配信が終わったらもう出かけるまでこうやってボケーっとしとくだけで、歯磨きしてこのパジャマを脱ぐだけで出かけることができるっていう
準備万端ですやばいよね、寒いからね。あのパジャマのズボンの下にズボン履いてるやばい、もうダメだよそういうの、ダメ。ズボン2枚重ね寒いんだもん毎日、もうやってられません、寒すぎて今日の服装はもう持ってる服の中で一番厚みの出ないニット。なぜかっていうとあのパッキングしてる服と着替えるわけじゃん明日、着替えなきゃいけないから持って帰ってくる荷物の量を減らそう作戦で、別に今日は何も人前に出るお仕事とかじゃないのでもう着てればいいやっていう、捕まらなければいいやぐらいの感じで、なるべくズボンも上も薄いから寒い寒さよりも荷物を減らすっていうのを意識しました今日は。メタボさんありがとう、スタンプありがとう。仕事戻るわ、頑張ってね。見に来てくれてありがとう、このもうとてもとても中途半端なお昼前なのにありがとうございます。なんか最近さ、このぐらいの時間に配信するとき中途半端でごめんねとか言うけどさ、なんか自分が勝手に始めただけでさ、この時間帯に悪意向けててなんか嫌なんですよね別にこの時間帯は中途半端でもなくさ、何も悪くないのに私の都合で中途半端っていう、そう責任を負わせてしまってることがすごく申し訳ないとか思っちゃう、すいません。世界中の時計にごめんなさい。ズボンそのまま出かけないか心配、確かにやりかねんね、一番荷物増えるねそれ、パジャマのモコモコのズボン履いてるから一番荷物が増えて帰り道重たくなっちゃう。こんにちは、優しいのこれ、なんか変なとこに気使う、なんかさ何なんですかね、変なとこに気使って本来気使うべきとこで気づけないときないですか、はっみたいな、そこは見落としてたみたいなことない、余計なことは気にするのに。豚キムチピラフか唐揚げか、何豚キムチピラフって何豚キムチかピラフかとかじゃなくて豚キムチピラフですか、何ですかそれ、豚キムチピラフって何、初めて聞いたんだけどピラフの上に豚キムチ入ってんの、じゃあ豚キムチピラフにしてください、気になるので。そう遠慮しなくていいとこで遠慮しちゃう、そうなんだよね、配信できるときにする、見に来られる人が見る、いやそうそうなんだけどさ、やっぱさみんななんか時間合わせて来てくれるから申し訳なくなっちゃう、ありがとうございます見に来てくれて。夜も配信できるので夜も配信する、夜は何時ぐらいかな、10時とか9時か10時ぐらいかな、夜予定ではできると思いますのでお願いします。やっぱ気になるねこれ、ピラフとチャーハンの違い、ピラフはなんか米一粒一粒が光り輝いてるイメージ、あとなんかシーフード系のイメージ、違うの、どう違うのピラフとチャーハンって、
なんか見たらさ、これはピラフですかチャーハンですかって言ったら答えられるけど、違いを説明してくださいって言ったら難しいね。ね、あ、そうだよ、今日はイベント、そうそうそう、写真集イベント最終日なんですよ。20時までです。だからね、みんなもし20時ぐらいとかでちょっとだけ見てみようかなとか思ったら、 STU メンバーたくさん配信してると思うので。ピラフはスープで炊いたもの。ああ、だからあんな光り輝いてるのか。ほう。もう待って、中華料理食べたくなっちゃったね。昨日ショールームでお寿司の話して寿司食べたいって言ったのに、ああ、中華料理食べたくなっちゃった。ピラフいいね。もう何年も食べてないかも。ピラフ、ビーフン食べたいな。焼きビーフン、ビーフン、ビーフン。ねえ、ちょっとさ、ちょっとむくみの取り方本当に教えてもらってもいいですか？うー、いやあ、そう、今日お知らせもある。ひなさんと沖前さんからお知らせが今日あるって書いてたよね。マッキーさんが沖前からお知らせがありますって書いてた。え、夢の話かなこれ。え、現実だよね。え、私が見た夢の話もしかして、あれ現実夢、あれ現実ですかこれって。あ、現実、本当よかった。ちょっと最近寝てる時に夢見すぎてて分かんなくなっちゃった。中村舞 X アカウント検索。20時だって。20時に沖前からお知らせがあります。ショールームで言いますって言ってる。指輪のマークがついてる。結婚するってこと？え、なんでですか？なんで私は？うん、指輪のマークがついてました。なんだなんだ？前からお知らせってなんだ？指輪以外で、指輪に見せかけてちくわとか。指輪じゃないかもしれない。指輪っていう固定概念があるだけで、可愛いからつけてみたって言ってた。なんだよ 確かに可愛いよねこの指輪の絵文字。なんか iPhone の絵文字ってさ、え、この前流れてきた、なんか日本人はこの絵文字をおにぎり、おにぎりとして使ってるけど違う、あ、せんべいかな、海外では違いますみたいなやつ流れてきてさ、確かに iPhone の絵文字って全国世界共通だから、どの国も一緒だからさ、そういうなんか違うよねーと思って。せんべいの絵文字みたいなやつあるじゃん、それ本当はせんべいじゃないらしい。え、そう、ビール、ビールらしい、それ。でもせんべいと思ってました私。本当は何なの？ビール検索出てこないよ。え、その絵文字どこにいるんですか？え、でも食べ物欄にいるじゃん、せんべいじゃん。そしたらだってさ、おにぎり白米の次にいるから、もうこれせんべいやん。え、せんべいじゃん、何だったの？でもね、この前ね、そう、海外の人はこれをビルの奥に月があるっていう風に捉えてますみたいな流れてきて、その発想はなかったと思って。いや、でも違います。もち吉、せんべい屋さんのもち吉が、もち吉公式アカウントがそのマークつけてるから、せんべいです。これはもうせんべいじゃん。騙された、また私。
そういう見方もあるよっていうことか。うん、ネットリテラシーの低さが出てしまいました。せんべい、あーそうだね、日本ではせんべいだけど海外はせんべいを知らない人からしたらそう見えるってことか。いや、もち吉が言うから間違いないですね。せんべい、え、ビルの絵文字なんか結構いっぱいあるイメージ。あとなんか夜空みたいな、なんか景色系の絵文字多い気がする。多くない？私が増やしてほしいなと思う絵文字は、なんだろうな、だメールとかさ、ツイッターとか投稿するときに、あ、この絵文字ないんだとかなること結構あるけど、このね、これがよくわかんない、このなんか団子みたいなタコスとケバブの間にいる団子みたいなやつが何の絵文字か未だに分かってないです。これは何なんだろう、団子の積み重ねみたいなやつ、何の絵文字なんだろうっていつも思ってる。中が緑なんですよ。あと車系の絵文字めっちゃあるイメージ。車さ、なんかなんで車の絵文字ってさ、正面と側面からそんな生写真みたいなシステムなんだろう。寄り引き中みたいな感じでさ、いろんなアングルから載せてくれるんですよね。ね、なんでだろう。飛行機もいっぱいある、いろんな飛行機、離陸飛行機、着陸飛行機めっちゃある。あと山もめっちゃある。あとさ、パラソル、ビーチパラソルみたいなやつが2種類あったりするんですよ。ね、ちょっと優遇されてるな、この辺。もっと食べ物が増えるといいな。何が欲しいかな、何がないですか。青りんご、りんご、洋梨、みかん、レモン、バナナ、スイカ、ブドウ。なんでスイカはカットされてんのにメロンはされてないんだろうとか、なんかそういうのたまに気になる。ココナッツの絵文字の毛リアルだなとか。ココナッツの絵文字の毛生えてんの今気づいた。でもこの絵文字をさ使ってもアンドロイドとかの人だとまた違う絵文字に見えてたりするよね。ね、私はあのドコモとかのさ、ガラケーのドコモの絵文字とか好きだよ。わかる？なんて言うんだろう、あの絵文字って。パセのお気に入り絵文字はね、なんだろうな、最近はあのアヒルみたいなやつハマってるよ。白いやつ、あれ何？アヒルって言っても出てこなかった、あれ何ですか？最近生まれたさ、白いアヒルみたいなやつ好きです。え、マジ？あ、それ、 iPad が入ってなかった。私の iPad めっちゃ古いやつを安く買ったけんさ、アップデート対応してないのかもしれん、もしかしたら。なかった。アヒル。何の絵文字がないんだろう。ケーキあるでしょ。うん、結構ある。クラゲ。こんにちは。
あ、うどん確かに。なんかさ、麺類すべてラーメンの絵文字とかパスタの絵文字で代用してる。そういえば麺類増えるといいですね。もうちょっとそばとか、え、その息吹きかけてる絵文字はいつ使ってるの？何？いつ使うんだろうと思って、なんかその絵文字を前使おうと思った時に、あ、でも今歯磨きしてないやとか思っちゃったことある。別に関係ないのに、あ、でも今歯磨きしてないしみたいな、なんか思って使うの躊躇してしまった。なんか息吹きかけてるからなんかさ怖いじゃないですか。ないけどそういう息が届くシステムないけどさ、うん、なんかね躊躇してしまいました。ロースカツとヒレカツどっち派ですか？違いわかんない。そんなにあんまりカツを最近食べてない。とんかつ食べたいね。とんかつ、ねえねえ、スカンクみたいな、そうそう、スカンクですか？スカンクと勝手に絵文字組み合わせて撮ってほしいよ。どんもの確かにない。そうだね、組み合わせるってことかな。私親子丼ってメールで書くときは白米の絵文字と卵の絵文字つけてる気がする。ロースは脂身、ヒレは脂身少なめ。私そんな意識したことない。なんか焼肉とか行ってもさよくわかんないから、なんでも美味しく食べます。でも脂身控えめの方がヘルシーってことよね。わあ、お腹すいちゃうよ。今日は絶対おにぎりを買っていくんだ。こんにちは。でもむくみを取る食材も食べたい。困った、困ったね。ガモさんクッキーありがとう。クッキー、お疲れ様です。こんにちは。何の話したっけ。あ、そうや、絵文字だ。さっきの肉団子みたいなやつ何の絵文字か調べてみるね。 Google で検索、あれ検索してくれなかった。ファラフェルだって。ファラフェルっていうらしい、この団子。これは中東のコロッケのような料理でヘルシーで美味しいんだそうです。だってファラフェルっていうらしいよ。初めて聞いた。写真検索したらもうそのままでした。これだった。これがファラフェルだそうです。最悪、ひよこ豆のコロッケのことだった。私の大嫌いなひよこ豆のことだった。やだ。ゆでひよこ豆やゆでそら豆を潰して香辛料を混ぜ合わせて固めたものを油で揚げた中東の料理です。コロッケに似てるらしい。
エジプトとかその辺で食べられてるそうです。ほえー急になんかちょっとへえさっきまでこの絵文字のこと布教しようとか思ったのに、急にひよこ豆って見た瞬間、あ、そうなんだっていう感じになっちゃった。でも食べてみたいですね。どんぐらいひよこ豆じゃないか、ひよこ豆の強さあるのかな。クロさん、お疲れ、ありがとう、ありがとうございます。こんにちは。なんか今日本当に顔がわれわれしてきます。やだやだ。他になんか絵文字、これなんだろうってやつあるかいね。それはそのなんか丸っこいのはピタ、ピタやなんだって、ピタやなんがそれってやばい見てください。多分もう世界中の、日本中、世界中の人が気になってて、絵文字何、絵文字何関連検索ワードがもう全部こんな、何何相当知りたいんでしょうね。みんな気になってるんだ。そっか。おさてぃさん、ハートありがとう。何丁寧にもっと聞けばいいのに、何ですか何何、なるべくね短く簡潔に済まそうとしてます。え、これってあのさ、なんだっけ、コロッケじゃなくてポケベル、なんかポケベルみたいなね文字あるよ。これポケベルですか。ポケベルだって。なんて書いてんの、ゴーゴーゴーみたいな書いてるやつ、ポケベルの絵文字。これはどういう意味ですか。あ、市内局番だって。フィクション作品用の市内局番だし、0840おはようとかかと思ったら全然違いました。ポケベル見たことない、見たことないけど一時期ショールームでハマってました。みんなにポケベルのなんかその暗号みたいなの教えてもらってハマってた時期もあるけど、見たことはない。アプリの保存マーク、え、それわかるよ、フロッピーみたいなじゃないの、なんかそんなケロケロケロッピーみたいな、違う、フロッピーじゃない、なんかそんな名前じゃない、違う、合ってる、フロッピーや、あ、合ってた、検索したら出てきた、フロッピー、それフロッピーの絵文字。フロッピー知ってるよ、見たことはある、使ったことはないけど、うん。私が小学校の時とかは、私放送委員会だったんですよ。放送委員会の時はあの MD みたいなやつもあった。あとはなん、なんですっけあれ、ワープロ、ワープロも、ワープロとかはさ、ってことあるけど、多分今時の人々は知らないかもです。
ワープロね、お母さんがワープロ打つの早くて実家にあった。ね、MD 運動会とかの音楽も全部 MD でやってた。フロッピー可愛いね、フロッピーってアイドルみたい。フロッピー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 。プロ私さ、パソコンのなんか検定、最低限のパソコンの知識はつけようと思って、Excel とか Word とかを検定取ったんですよ。でも実用的な、実務的な、なんかそういう何試験以外のことをさせぬまま STU 入ってパソコン使わないからさ、もうすっかり忘れちゃって、なんか全然わかんない。なんかあるじゃん、短縮キーみたいな、わざわざそういうのしなくてもこのボタンとこのボタンを押したらそういう風になりますよみたいなやつとか全然わかんないから、全然わかんないので、みんな教えてください。あ、ショートカットキー、それだ。そう、全然わからん。いつか使う時が来るかなと思って、なんかたまに X のおすすめで流れてきた時にブックマークを押すけど使わないからさ開くことがないからね。ブックマークどうしてるの、みんなブックマークの整理してますか。そう、ワード、エクセル、パワーポイントね取ったけどさ、それはなんか結局それってさ試験に受かるための勉強をしてるわけじゃないですか。だからもしなんか仕事で使うってなった時にそれが応用編としてこう知識を使えるかっていうと、またそれは別というか、もう基礎的なことも忘れちゃったから。タイピング久しぶり一本でやってます。すごい、すごくない、逆にピッピッピッってことでしょう。だからなんか街を歩いててもそういう風に見ちゃう。サラリーマンの方とか、なんかあの美容院とかさ、受付とかの方とかさ、あすごいと思って、あの車の免許取った時も思いました。私が自分がね車の免許を取る時も、なんか前までちっちゃい頃とか自分が免許を取るっていう意識がない時は普通に車走ってるの見ても何も思わなかったけど、実際自分が運転するようになって、すごって、あの人運転できるのすごって思ってみちゃうすんごね。いいな。そう、広島メンバーだけ運転がさできるのかわかんないけど、そうなんだよね。ユナナとかイちゃんさんとか、ユナナの運転姿は見たことあるけど、乗せてくれたことがあるんですけど、アリちゃんさんも見てみたい。ほい、新幹線でサラリーマンがパソコン開いてやるなと思ったらツイッターやってた。だツイッターさ、パソコンでやるの強くないですか。だって丸見えじゃないですか、横から実際に見られてるし、ね、すごくない。だってツイッターでさっき、最近さ勝手に流れてくるじゃん、おすすめで全然自分がフォローしないアカウントとか、それを堂々と公共の場で開けるっていうのは、その人はもうすごいよね、すごいよ。だってだってね、
いやスマホでもさ見える時あるじゃん、横の人とかのやつね。え、私さパセリあのやつから検索する時あるけど、なんか恥ずかしい、もし後ろとかに誰か知ってる人いて、あ、パセリメールの返信見てるわとかなんか言われたらちょっと恥ずかしいか、照れちゃう、本当に見てるんだとか思って。私はもう常にさ好きあらば見るから、レッスンの休憩中とかもう移動中とか何でも、寝起き寝る前ずっと見てるから、なんかそういうのめっちゃ更新するやんみたいな思われたら嫌だな。返信見て、笑ったりしますよとかへへとか笑ったりするよ。ロストインザサマーさん、クッキーありがとう、ハートもありがとう。もし目撃したら当てて返信する、その時だけ。スシロー到着あーいいいえうん、悔しいです、とっても。奥歯ギリギリして歯ぎしりして45分、あ、本当だ、私今日45分までだった、そういえば12時まで配信する気満々でいたけど違った、45分までするねってメールに書いてた。ありがとう、教えてくれて、教えてくれなかったらパセリもう大変なとこだった、ありがとうございます。寿司食べたい、おいしおいし髪を整えて、みんなとお別れのご挨拶、また夜配信しますので、あの夜をもしお時間あえばぜひお待ちしております、よろしくお願いします。明日のバスツアーまでにむくみが取れるように頑張ります。見てくれてありがとう、お昼休憩も頑張ってね、お昼休憩の後も頑張ってたけど、お昼休憩も頑張って美味しいもの食べてね。それじゃあ段順見ます。13位コージさん、12位しゅんちゃん、11位ロストインザサマーさん、10位ふくちゃん、9位ズーシミさん、8位クワドリさん、7位トシキさん、6位ミツさん、5位ケイちゃん、4位おだしさん、3位しんいちさん、2位しゅんさん、1位カメさん、ありがとうございます、ありがとうございました。それではまた夜、あとメールはねこの後も送れるので、メール取っている方はメールも会えます。バイバイ、気が向いた時に返信してください、うん、なるべく常に気が向いてほしいけど、まあそんな無理にとは言わず気が向いたら返信してください。バイバーイ。